皆さん、こんにちは。1970年代後半から1980年代前半にかけて、シルエットロマンス、黄昏マイラブなどのヒット曲を放った歌手の大橋純子さんが2023年11月9日に亡くなりました。享年73でした。死因は明らかにされていませんが、食道がんで闘病中だったことは公表されています。圧倒的な歌唱力で人々を魅了した大橋純子さん。晩年はがんと戦いながら、最後まで歌手としてステージに上がる努力を続けていた不屈のボーカリストでした。体調が急変したのは1週間ほど前だったといいます。緊急入院したまま帰らぬ人となってしまいました。最初に初期の食道がんを公表したのは2018年3月のことです。翌4月に左胸に乳腺がんも見つかり、放射線と抗がん剤の治療を併用していたそうです。翌2019年3月に治療を終えて活動再開したのですが、2023年3月の定期検診で食道がんの再発が判明したということです。報道では死因に関して明記されていませんでしたが、食道がんによる闘病中の体調急変だとされています。最後まで歌手としてステージに上がる努力を続けていたという大橋純子さん。本当に残念でなりません。治療に専念し、コンサートも無念の中止となってしまいました。その間も復帰に向けて、ボイストレーニングに取り組んでいたそうです。もんたよしのり with 大橋純子名義で1983年に発表した曲、夏女ソニアのデュエット相手、もんたよしのりさんの訃報が伝えられた先月22日には追悼のコメントを出すなど、元気だった、レコード会社関係者だけに、周囲の人たちは突然の訃報に際してショックを受けているといいます。ここで大橋純子さんのプロフィールを見ていきましょう。大橋純子さんは1950年4月26日生まれ、北海道の出身です。プロ歌手を志し北海道から上京しました。短大在学中にバンド活動を開始しました。1974年アルバム Feeling Now でデビューしました。大橋純子と美濃屋セントラルステーションとして1977年に発売したシンプルラブがヒットします。1978年 TBS ドラマ獅子のごとくの主題歌に起用された黄昏マイラブもヒットしました。1979年の第30回 NHK 紅白歌合戦にビューティフルミーで初出場しています。1981年から1982年にかけてロングヒットしたシルエットロマンスは約50万枚を売り上げ、第24回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しました。そのステージには同じ所属事務所だった北島三郎さんと俳優の田中邦衛さんが駆けつけたのが印象的です。ショートカットにドレス姿で伸びやかに歌い上げる姿で輝きを放っていました。2007年には生まれ故郷の北海道夕張市が財政再建団体に認定されたことを受け、夕張応援のためのチャリティーアルバム「寺」を発売します。中島みゆきさんや松山千春さん、グレーら北海道出身のアーティストをカバーし話題となりました。プライベートでは1979年に作曲家の佐藤健氏と結婚しました。ちなみに仲人は北島三郎さん夫妻が務めています。作曲家の佐藤健さんの主な作曲作品は次の通りです。クラス、夏の日の1993、中森明菜、フィン、小野正利、フライアウェイ、田原俊彦、落ちないでマドンナなどがあり、大橋純子さんの楽曲も手掛けています。ちなみに俳優に佐藤健さんという方がいますが、名前の読み方が違い全くの別人です。実はお二人の関係性は婚姻届は出しておらず事実婚状態であったと言われています。何でも仕事で悩んでいた大橋純子さんが結婚して主婦になりたいと佐藤健さんに打ち明けたところ、佐藤健さんに逃げるために結婚するのは良くないと諭されたんだそうです。精神的に弱っている女性を男性はつい甘やかしてしまう方もいるかもしれませんが、佐藤健さんは高橋純子さんのことを思って優しくも厳しい言葉を投げかけたのでしょう。ご夫婦の関係性は良好なようでしたので、婚姻届が出されていなかったとしても2人が納得しているのならそれで十分素敵なご夫婦と言えます。お二人の馴れ初めはご本人から語られているわけではないのですが、
おそらく仕事を通じて出会う中で関係が深まっていったものと思われます。佐藤健さんがヤマハの LM 製作室勤務だった20歳頃に初めて大橋純子さんと出会ったと言われています。大橋純子さんのバックバンド美濃屋セントラルステーションに佐藤健さんも参加していたことが分かっています。そして佐藤健さんは大橋純子さんに楽曲を提供していたことなど、お二人の接点は多く、その中で交際に発展していったことが伺えます。大橋純子さんと佐藤健さんの間に子供がいるのかどうか調べてみたのですが、情報は一切出ておりませんでした。お二人が夫婦となったのは1979年で、大橋純子さんが29歳の時なので、まだまだ子供を望める年齢です。子供がいても全くおかしくないですが、しかしながら子供の有無さえ一切情報がなかったので、子供がいない可能性が高いのではないでしょうか。大橋純子さんは佐藤さんと夫婦になった後、多くの輝かしい賞を受賞されており、それだけお仕事も忙しかったことが想像できます。仕事のタイミング的に、子供を持つことが難しかったのかもしれません。以前、元宝塚の静木麻人さんとの身長差が20センチメートル近くあるとのことで、大橋純子さんが静木さんに身長をあと5センチメートル分けてくれと言っていたエピソードがありました。静木麻人さんの身長は172センチメートルなので、そこから推測すると大橋さんは150、155センチメートルほどなのではないかと思われます。見た目にもほっそりされている大橋純子さんなので、体重も40、45くらいなのではないでしょうか。そんな小柄な体格ながらあのパワフルな美声が出せるのも才能と努力がうかがえます。大橋純子さんのご実家は地元夕張市で天金という天ぷら屋さんを経営されていたそうです。当時は人気の大衆食堂としてにぎわいを見せていたそうですが、現在はもう閉店されているようです。大橋純子さんは子供の頃から食堂でお客さんに歌を披露していて、歌がうまいと言われていたそうですよ。またそんなご実家の家族構成は、父、母、兄が3人という6人家族の末っ子で唯一の女の子でした。そういった家族構成から見ても、周りからとても可愛がられていたことがわかります。家族に可愛がられ、実家の食堂のお客さんからは歌を褒められ、そんな環境がその後の大橋純子さんの輝かしい歌手人生に色濃く反映されていったのでしょう。今回の訃報を受け、同年代の歌手で女優の今陽子さんは自身のブログで今朝朝刊を見て、また悲しい訃報が、歌手の大橋純子さんが73歳で食道がんでお亡くなりになりました。あんなに小柄なのにすごいパワフルな伸びのあるパンチボイス、とっても素敵なシンガーでしたと忍んでいます。後輩歌手の朝倉美希さんは自身の X で、悲しすぎて手を合わせることしかできないとショックを隠せませんでした。ロックバンド一風堂の土屋雅美さんは、大橋純子さんの突然の悲報、70年代、まだ学校を卒業したばかりの僕は彼女のバンド美濃屋セントラルステーションで R&B やファンクミュージックを自由に演奏することを学ばせていただきました。本当に優しくて卓越したボーカリストでした。たくさんの思い出をありがとうございましたと感謝を述べていました。ミュージシャンのダイヤモンドユカイさんは、ヌアーウィックみたいな声量と天使のような歌声ですね、なんて話したら、あらありがとうと照れくさそうに微笑んでくれたことを思い出しましたと、大橋純子さんとの思い出を綴り、ご冥福をお祈りしますと追悼しました。大橋純子さんの楽曲を数多く手掛けた作詞家の及川猫氏は、会うたびに「猫さんいくつになった?」と聞かれて「丸歳です」と答えると「若いわ、何でもできるわね」と言われ、純子さん10歳の年齢差は縮まらないですよと笑ってたのに、ずっと10歳違いでいてほしかったのに、でもいつか空の上でまたその歌声を聞かせてくださいねと追悼しています。そして中越地震の直後だったと記憶している、愛しい人がある日突然に目の前からいなくなる、残された者たちにとってはひどく辛いことだけど、忘れなければずっと胸の中でその人は生き続ける、それを死者の立場から書いてほしいと言われた、その歌声はまだ私の胸の中で温かいと、自身が手掛けた大橋純子さんの楽曲残響の動画へのリンクを添えています。また DJ 長谷部氏も、大好きな大橋純子さん、
一緒に作らせていただいたスイートラブ、大切な宝物です。気持ちを込めて大切に大切に、これからもかけ続けます。音楽は素晴らしいですね。流れる歌声で純子さんをみんなずっと感じることができる。自分は DJ なんでそれができます。それしかできないですが、どうか安らかにと生前の大橋純子さんとのツーショットを添えていました。突然の訃報に音楽界にもショックが広がっています。いかがだったでしょうか。今回は歌手大橋純子さんのこれまでの経歴と訃報について見てきました。再発後闘病中にもかかわらず、いつかの復帰を夢見てリハビリとトレーニングを怠らなかった大橋純子さん。大橋純子さんのご冥福をお祈りするとともに、昭和の名歌手がまた一人いなくなったことに悲しみを禁じえません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。